はいこんにちはジミーです 今回は、日常の簡単なことでも目の前のことに集中することで全体の効率は高まりますよという趣旨の話になります。まあ、これまでの動画でもですね、目の前のことに集中することの有用性について取り上げた箇所は何度かあったと思います。特にですね、先の不安が支配していて精神的に安定しない時こそ目の前のことに集中するということ、そして今日一日をいかに全力で過ごすかということに目を向けるといった話をしてきました。過去の偉人が残した言葉ですとか、名著に目を向ければそのような金間に多く出会え います。 今回はですね、まあそういった長期的な人生展望ですとか、マインドフルネスの要素は少し置いておいてですね、もう少し日常的な行動パターンに目を向けて効率という観点で考えます。目の前のことに集中することのライトバージョンですかね。なお、名著ですとか偉人に学ぶ長期的な人生展望を踏まえての不安の向き合い方ですとか、生き方の話は、いつも用意している動画ではありますけども、こちらの方に用意していますので参考にしてみてください。別の動画を用意しています。今回はですね、こちらの流れで説明をしていきます。 きます。早速一つ目です、えー、人間の脳はマルチタスク用にできていないという話ですね、えー、様々な研究で明らかになっていることですけども人間の脳は同時に複数のことを処理するのに向いていないということですね、えー、ごく一部の人っていうのは特殊な脳を持っているようなんですけどもほとんどの人っていうのは脳の構造上ですね2つ以上のことを同時に処理することはできないというふうに認識するべきでしょう まずですね、マルチタスクをすることで効率性は大きく落ちるということが分かっていますえ。別のことを思い出したりですね、スマホが鳴ったりするだけで効率性は大きく損なわれます。ですから最近では盛んにシングルタスクで集中しましょうという論調が聞かれます。え電話が鳴らない、スマホを見ない時間を作ることが生産性アップに大きく寄与するというふうに言われていますね。えゾーンに入るための環境づくりなども提唱されています。 複数のことが同時にできない分かりやすい例というのは車の運転ですね。運転しながら通話をしようとするだけで相当な注意力低下が起こります。まあ、教習場なんかでも散々言われることだと思いますけれども、見落としが増えて事故の原因にもなります。ある研究によればですね、飲酒運転の時よりも反応速度が遅くなるという結果もあるそうです。 よく仕事などで守備よくですね様々な業務をこなしている人っていうのは、まあ、マルチタスクをしているように見えるかもしれませんしかしですねほとんどの場合はそうではなくて優先順位を上手につけて順番に一つ一つシングルタスクに分けてこなしているというふうに認識するべきでしょう あとですね、影響は体の反応だけではありません、えー。処理しなければいけないことがいくつもあるとですね、人は精神的にもマイナスの影響を受けることが分かっています。えー、どういうことか、えー、たくさんやることがあるだけで不安になる、モチベーションが下がるといった効果ですね。 これはもう感覚的にも分かりやすく思い当たるところもあるかもしれません。一気にですね、複数人から作業の依頼を受ければ、それが簡単な依頼ではあったとしてもですよ、かなりのストレスになることは想像に難くありません。あれもこれもというふうに考えていると嫌になってしまうものなんですね。で、一方、やるべきことを具体的に整理して、優先順位をつけて、今からやるべきことはこれだというふうに明確にすれば、また前向きにできるということも多くの人が経験しているはずです。 今やることを明確にして目の前のことに集中すれば精神的にも安定が期待できます。繰り返しになりますけど脳はシングルタスクを支持していることが分かります。はい、それを踏まえて次に行きます。どこでどうしたら目の前のことに集中できるのかっていう話をします。 情報量が非常に多くなってきている昨今ですね。脳の構造の話、シングルタスクの話、スマホを見る非効率さ、そして作業中に話しかけられる弊害等、目の前のことに集中することの有用性が様々なところで指摘をされています。ただ、具体的にどこでどうすればいいのか、仕事の場以外ではあまりイメージがつかずに行動できないという人もいるかもしれません。まあ、仕事の中でもなかなか難しいものもあります。私もその一人でですね、様々な偉人の本ですとか不安との向き合い方を勉強して、今日 一応全力で目の前のことに集中することの重要さっていうのを認識しているはずなんですけどもいざ具体的な行動となると目の前のこと以外のことを考えている時間が非常に多いことに気づきましたで、そんな反省を踏まえてですね具体的に具体的な状況でこうしたらどうでしょうという視点でお伝えをしようと思いますまあ、一言で言えばですね日常のほとんどです日常をおろそかにしないということどういうことか見ていきます まず一つ目、えー、食事の時は食べ物か目の前の会話に集中ということですね。えー、食事の時に、えー、仕事のことを考えていたりですとか、何か他のことに意識が向いている人も少なくないと思います。私の場合はですね、えー、例えばまあブログのネタが枯渇していたので、なんとなくそちらの方のネタを考えながらですね、えー、妻とも会話をしながら、えー、ご飯も食べながらというながら食事のマルチタスクを実行していた時があります。というか今でもよくありますね。えー、しかし、 冷静に振り返って考えてみればですよ。その時間にブログの良いネタが思い浮かんだこともなければ、会話が弾むこともなく、そしてご飯の味もよく覚えていないんですね。もう三方よしならぬ、三方足し、三方悪しでしたね。それぞれ効果なし、幸福感もなしという悲惨な結果であったというふうに言えます。 もしですね、一人で食べるのであれば、もう食事に集中することで、これだけでですね、幸福感のある食事になる可能性は上がります。意外と味に集中すると気づきがあるもんなんですね。 もしですね、えー、本当に忙しくて食事の味なんか楽しんでいられないと、時間が惜しい状況もあるかと思いますので、その場合はですね、もう早く食べることに集中した方が、仕事のことを考えながら食べるよりも、食事時間そのものを減らせるというふうに思います。えー、プロの大食い選手なんかがですね、早食い動画を上げてますけども、そういうのを見ていると、えー、食べることに全神経を集中させているように見えますね、えー。だから早いのかなと思います。まあもちろんですね、おすすめしているわけではありませんけども、えー、どちらかに集中した方が早いという例ではあります。 で家族と食べるのであればですね仕事のことは完全にシャットアウトして家族との会話に集中するかまず食事に集中してから家族の談談に移行すれば良いでしょう会話しながら仕事を気にしていても精神的にもよろしくありませんいいことは何も起こらないということですね次2つ目買い物をする時も買うものに集中という話ですねこれ意外とですね別のことを考えてしくじるケースもあると思います 私の場合ですね、日用品などの買い物をするときなんかは、仕事のことですとか、まあ、別のことを考えているってことがよくあります。その結果、当初買う予定のもので、一番忘れてはいけないものを買わずに帰ってきたということは何回も経験しています。一方でですね、考えていたことがその時間にうまくまとまったりすることはないんですね。意外とないんです。まあ、最近ではですね、子供のお使いのようにメモを持って行くようにしてますけども、選んだつもりが全然別のものだったりすることもよくあります。洗剤と柔軟剤なんかはですね、よく間違えたりしますね。 せめて商品を選ぶ時だけは買い物に集中した方がいいですね。えー、別のことを考えながらふらふら商品を探すよりも確実に早く終わります。短時間で帰って別のやるべきことに集中するべきでしょう。 次行きます。三つ目。単純作業も上の空は危険という話ですね。まあ単純作業をするときだからこそですかね、えー。ついつい別のことを考えてしまいがちですが、上の空は危険です。まあ私の例は尽きないぐらい色々あるので、ここでも紹介しますけども、えー、書類を送る必要があったので、郵便局に行ったんですね。そこでまず切手と封筒を購入しました。で、その切手っていうのはですね、相手が変装するときのために用意したものであって、書類と一緒に同封するつもりでいたんですね。えー、書き留め用に数百円する切手でした。 ところがですねなぜかそのまま目の前にあるこれから送る封筒に何の気なしに貼ってしまったんですね頭の中で別のことをあれこれ考えているとこのような超単純作業であっても判断できずに間違えてしまうことがありますその後ですね何とか剥がせないか無駄な抵抗をしてみたりもう一度切手を買うために並んだりですね無駄な時間と費用をかけてしまいました はい、次、四つ目ですかね。え、料理、掃除、挨拶もということで、一括りにしてしまってますけども、まあ、この他ですね、日常生活で多くの人がすると思われるのが、この料理、掃除、挨拶ですよね。私のミスの事例はこのあたりにとどめますけども、別のことを考えていると失敗したり、気づかなかったりすることにつながるのは、先ほど示してきたことと同じです。次ですね、え、五番目、休むときは休むということです。 休む時はしっかり休むえ少し体を休めて、えー、ソファーに身を委ねながらですねあれこれ考え事をしようと思っていてもウトウトしてしまって夢と現実の間で非常にふわふわとした思考が繰り返されるだけなんですね、えー、気づいた時もしくは目覚めた時の爽快感もありませんしっかり休んでいるわけでもなくてしっかり考えているわけでもないこの中途半端な状態なんですねただちょっと待てようと正規、えー、の大発見ですとか素晴らしいアイデアがウトウトしている時ですとか寝ている時に夢に出てきたという話も聞きますね しかしですね現実世界で常軌を逸するレベルで考えてきた人だけに起こる奇跡だというふうに思った方が良いでしょう。 え、休む時は休むメリハリが基本だと思います。で、次、最後になりますけども、今言ってきたことを実行するために必要なこと。6番目、計画考える時間もしっかり確保するっていうことです。目の前のことに集中するためにはですよ、え、優先順位をつけたり、将来のことを考えたりする時間も作ることが不可欠です。え、計画をする時間ですとか、あれこれ途方もない未来を考える時間は、それ専用に、それ専用にですね、え、確保するべきです。他の日常生活の時間と同様ですね、え、このための時間、これだけ をする時間です毎日寝る前にえ次の日のやるべきことをリストにしたりですとか週末や年末などのまとまった時間にですね将来を計画する時間を作ったり計画の時間をしっかり確保することでえ目の前のことに集中できる環境を作ることができますまあ、そのうち時間が空いたらやろうとか休憩中に休暇中に何か気分が良いことを考えながら一緒に考えようというのはお勧めできませんということです はい、次の項目ですね。最後の項目になりますけれども、目の前のことに集中することが日々改善のヒントという話です。まあ、こうしてみるとですね、仕事に限らず、日常生活におけるほとんどのことにおいて、目の前のことに集中した方が良いということが分かると思います。シングルタスクが必要なのは、仕事や高度な作業、もしくは高度な思考の時だけではないということですね。簡単なことでもマルチには向きません。何よりですね、マルチタスクで別のことを考えながら取り組むとですね、全く楽しくありません。 ここがすごく重要だと思いますね。マルチタスクは楽しくないんですね。そして、新しい発見もありません。発見がなければ改善もありませんね。さらに、散々示してきた通りですけども、効率も落ちると。一つ一つの日常の行動に目を向けてみるとですね、掃除をするにしても、料理をするにしても、移動をするにしてもですね、個人が改善できることは無限に含まれていることに気づくと思います。 仏教の塩沼良順大アジャリという方がいらっしゃいますけれどもその方がおっしゃるにはですね日常の当たり前のことを大切にすることそしてそれを極めていくのが人生の行であるというふうにおっしゃっています。 仕事の効率化ですとか、生産性アップというキーワードで考えると、ついつい見落としがちになりますけども、こうした日常生活で誰もがやるべき一つ一つのことに対して、目の前のことに集中するシングルタスクの意識が必要ではないかというふうに思います。マルチタスクであれこれ違うことを考えていても、いいことは残念ながらありませんでしたという私の実感を込めて結びとしたいと思います。はい、以上になりますね。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。